どうです、この夫人、なかなかのもんでしょう。さすがは島左近、三成はいい軍師を手に入れたものだ。お褒めに預かり光栄です。この夫人なら普通は勝てる。だが金が無気を、金吾中納言秀明さんが、あの者が寝返れば松尾山と1万5千の兵が敵のものだ。どうします。俺は松尾山の麓に陣取る。秀明に睨みを聞かせよう。お前は三成のそばで戦い、あの男を守ってくれ。よしすぐさ、あんたどうしてそこまで殿に。昔俺は三成に救われた。奴は自らの命を顧みず何度も俺を救おうとした。どうしようもなく甘い男だ。三成が秀吉様の天下を夢見たように、俺は奴の天下を見てみたい。義継さん、今度は俺が救う番だ。時の流れには逆らえない。戦に負けはない。この戦必ず勝つ。秀吉様の気づいた妙義を、この雑誌を守ってみせる。そのお前の志を守ろう。命を捨てても流れはいつ覆されるか分からない。西軍の有利なうちに東軍を攻める。目を離すのは危険だ。光る時は他の将に任せる。まず三成の明け並み拝見と。毛利の存続は我らにかかっている。下手に動くことはできん。島津と毛利は三成の裁判に従うのか。予想はしていたが、まずい。我らを動かすのは西軍の圧倒的有利に見せつけろ。手段はあるまい。しばらく同行を願えるか。義継がどうせ俺も答えない。あの、意気込むのは結構ですが、前線に飛び出したりしないでくださいよ。当然の戦略を削ることはできた。だがそろそろ家康が仕掛けてくる流れ。東軍強援に過ぎず、西軍を押し戻してくれる。三成、相すまぬ。これ以上味方を失うわけにはいかない。誰か救いに行ってくれ。無事に潜伏できたようですな。あとは仕掛けをご老じろっと。流れに乗ったまでも三成は誰も失わぬ勝利を目指している。甘い理想だが、できる限り叶えてやりたい。大谷勢が麓に陣取っている。
寝返りを奪われる真似はできん。いい流れを引き込む。足並み揃えてくれないかい。家康様からの合図じゃ。我らは今より東軍につく。秀明は敵に内通していた。しかも命中し許すまじ。我らも続くぞ。敵は西軍だ。このままでは義経が。俺が行く。あらら、動いちゃダメだって言ったのに。まあ無理なのは分かってるからね。方を敗走させずに防ぎ切ったか。デモン義継、お前さえ倒せば西軍は骨抜きとなる。撃たれてもらうぞ。命を惜しむつもりもない。俺は三成を勝利へ導きたい。高虎、俺はお前に撃たれてやる。よし、すぐ勝負預ける。まだ死ぬなよ。西軍を打ち砕け。また増援が現れたか。さすがに流れを確実に引き寄せている。今こそ伏兵の出番だ。義継、お前を死なせません。三成、さっさと本陣に戻れ。西軍総大将たる己の立場をわきまえろ。お前を失えば西軍に勝利はないのだ。生きろ、生きて共に勝とう。義継。三成、仕方のない奴だ。東軍はまだ兵力を温存しているはず。心してかかりましょう。
に乗ったまで。寝返った者たちは片付いたな。戦力はだいぶ減ってしまったな。まだだ。西軍一丸となって戦えば勝機はある。西軍一丸、本当の意味でそれを行うには始末と毛利を動かす必要があるな。です。誰一人失わず家康を討つ。俺の目指す理想の勝利がすぐそこに。またそんな甘いことを言っているのか。だが本物は手放したらいいんだ。西軍の勢いまだ衰えないのか。徳川干渉のため最善を尽くす。開門。手頃な敵が現れたな。鬼島津には言葉よりも戦で解くべきだろう。開門。毛利がどちらに味方して動くべきか、周辺の敵を除いて決めやすくしてやるか。本陣の守備に回るぞ。やれやれ、今のうちに潰しておかないと後で手こずりそうだ。いい流れを引き込めた。走れ稲妻。俺の傷貴様に増やせる。敵ではなかった。
い。
将軍への内通。開門！止めてやる。流れに乗ってまでも。なめるな！
という強さよ。ゆえに立花である。ここまでか、やむをえん。聞くぞ、家康、逃がさねえ。義継、深追いはするな。必ず無事で帰ってこい。の一部が降伏してまいりました。お味方より戦勝祝いの使者が参っております。大谷義継様ご到着でございます。勝利の立役者が帰ってきましたな。ただいま三成。おかえり、義継。